はいどうも、ティーチャーです。今回はね、こちら。急に来ましたね、この天下コラボということで、おそらくなんかグローバルサーバーには来てたんですけど、それが日本の JP サーバーの方にも来たということで、こちらね、紹介していきたいと思います。で、なんかこれが一番大人気なんですよね。確かこのクジラの戦闘機。これがね、めちゃくちゃ人気らしくて、まあ僕戦闘機も持ってるんでね、別にいいんですけど、で、なんか車。これなんかすごいね、なんか先端がすごい、タイヤだけすごい出てるけどね、これ。で、馬。はいはいはい。で、衣装結構ありますね、今回。天下っていうのは何なんだっけ？何なんだ？何なんだ？中国のアニメとかではないのか。ちょっとあんまり分かってないんですけど、まあ、ざっと見ますけど、これすごいモンハンみたいだな、この辺。はい、モンハンみたいですけど、武器もありますと。はいはいはい。いやでもゴールデンクマは普通にかっこいいですね、これ。うん、はあはあはあ、なるほど。で、刀と、これなんかいいね。これパラシュート。普通に乗るっていうね、うん。はい。超普通な感じですけど。まあそんな感じね。やつが入ってるガチャが来ると、こいつかわいいな。まあそういうガチャが来てるんですけど、まあ僕は引かないかなと思うんですけど、今回全員無料で引けるね、イベントがあるんで、こちらを紹介していきます。イベントからですね、こちら、天下とね、来てます。で、天下コラボミッションとかね、あるんですけど、こんな感じで。で、これはなんか、いつもあるパターンのやつですね。なんか、今回だと、このなんていうんだこれ。このなんか、この宝石みたいなのを集めてポイント貯めるって感じですね。で、なんかフレンドとかにも、なんかねだることができると。まあ、赤とか、こんな感じでねだりまして、ゲットもできるよということで、でこんな感じでね、もう送っときますよと。俺に宝石よこせよということで、これね、たくさんね、押しておいて、損はないので押しておきましょう。まあ、この、まあね、この辺にしときましょうか。はい。っていうね、イベントがまず来てて、ここで、ポイントごとにアイテムがもらえます。で、これ途中でね、このパックももらえるんで、ガチャも引けるんですよね。で、最後は、これなんかよくわかる仙人の杖みたいな、はい、やつがもらえますね。こちらは、なんかミッション、クリアすると、これなんか、まあ、チケットがもらえて、これと交換できるみたいな感じですね。ここでもね、ガチャ引けますね。まあ、ミッションそんな難しくないと思うんで、これやっていただけたらいいかなと思います。で、ログインボーナス。こちらもログインボーナスありますね。これもね、もらえるんでありがたいですね。仲間すごいな。なんか可愛いんかちょっとあれかわかんないですけど、はい。っていう感じと、まあ、これはね、課金でお得パック来てますんで、ガチャ引きたい人はこっちを買ってくださいみたいな感じですね。で、あとね、こっちチャージ特典またこちら来てまして、まあ、欲しい方はね、これチャージしたらいいんじゃないんでしょうか。で、280金券チャージすると10個を3日間かな ?4 日間かわかんないですけど、それぐらいやってます。って感じですね。で、なんかイベントで、さっきあったんですけど、通常バトルで飛行の力を一回取得ってあるんで、ちょっとこれやってみようかな。ちょっとわかんないんで。やってみたいと思います。おそらく激戦野原限定かな？まあわかんないんですけど、やっていきましょう。はい、ということでね、やっていきたいと思います。なんかね、マップに、これなんかあるんですよね。なんか空飛ぶマークみたいな。ここに行くとおそらくね、何かしら獲得できると思うんで、サースぐらい行きましょうかね、ちょっと。おそらくなんか空が飛べるらしいんですよ。なんかこれもう画面のすでに左上になんかありますけど、剣技発動って。最終的には飛べなくなるみたいな感じか。まあ、ちょっとやっていきましょう。はい、じゃあやっていきましょう。そう、戦闘機僕これ持ってるんで、ぶっちゃけいらないんですよね。うん。1個あればいいかなって思ってるんで、まあ、クジラは別にいいかなって思ってます。特でいけそうなんで、ちょっと行ってみたいと思います。なんか人来そうだな。行きます。それでは皆さんご一緒にレッツー。天下コラボ最高。ということで、なんかめちゃくちゃ来そうな気がする。あ、でも、いないか。意外とみんな、あれに興味ないのかな。何人でも、あれもらえんのかな、ここに行くと。ちょっとね、初見プレイなので、ちょっと、わかりませんが。どの辺だ？場所で言うと。場所で言うと、その辺か。で、マジで敵は来てないな。これみんな興味ないんか、じゃあ。あそこだ、なんかあるね。なんか光ってますけど、みんな興味ないのか？はい。じゃあ、ここ行ってみましょう。刀が刺さってんのか。はい。で、はい。剣技取得。はい。取得した。これで私はもう剣技を取得したので、空を飛べるようになったと。ちょっとだけ物資あさらして。このボタンを押せばね、発動するって感じですね。すごいボタン被ってんだけどな、俺。すげえ押しにくいとこにある。まあ、誰でも取得できるって感じっぽいね、これ。で、ちょっと軽く漁ってからね、この剣技使
っていきたいと思います。え、びっくりした。え、痛い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 、普通に痛いのよ。びっくりさせないでおくれ。じゃあ一旦ちょっと使ってみましょうか。発動。おい、すげえ上昇とかある。すごない、すごないこれ。ついに空飛べるようになっちまったぜ。高さ的にはここが限界か。これ撃てる？さすがに撃てないか。さすがに無理か。ダッシュ。あーすごっ、早っ。もうなんか次元が違う。いろいろこんなことやっていいのか。で、時間になると、あ、ちょ時間になると降りる感じね。待って、今なんかさ上から見て分かったんだけどさ、人いたくね今。なんかあっち側にな、これいるよね。ボットだった？本物だよね、本物だよね。あいつか、あいついるわ。こういう時に使って上昇して、もうこういうとこに行っちゃってしまうと。どうよこれ、私の作戦。いや強すぎでしょこれ。これ強すぎでしょ。これ反則じゃんもう。まあでもちょっと一回開くと25秒しか使えないっていうところはちょっとあれだよね。個人的には好きですけど、これぶっ壊れですね。待って、いるわ。可愛いのがいるな。こいつも剣技でやってやろうか。はい。これ多分気づかないだろうな、これ。こう上に行って。はい、これでしまうと。あれ、こいつか？いや、こいつじゃないよね。あ、飛んでるやついる。飛んでるやついるよ。なんか後ろも銃声するな。飛んでるやついるのすげえよ。待って、シャン来た。こっち来んのお前。いやマジ、なんで来た。いや来てる。いやお前やばい、頑張りすぎ。これやばない、こういうことでしょ、使い方的には。いややばいっしょこれ。いや新キャラ来た。あ、こいつか。いやこいつじゃないな。いやこいつじゃない。さっきこんな格好じゃなかったよなこいつ。やべだよね、気づかないもんこれ。いやこれはでも面白いな、これ個人的には結構好き。